国立ハリケーンセンターは、フロリダ州マイアミのフロリダ国際大学敷地内にあり、北東太平洋及び北大西洋で発生するハリケーンに関連する気象現象の追跡及び予測業務を任務とするアメリカ国立気象局の一部門である。タフ部がこの海域を対象とする予報を日常的に発表している。 大西洋及び太平洋のハリケーンシーズンの間は、ハリケーン専門家パンが北東太平洋及び北、大西洋海域の熱帯気象に関する外況を逐次発表する。36時間以内にトロピカルストームやハリケーンが発生するような状況が予測された場合、NHC は適宜メディアやノアウェザーラジオを通じて注意勧告や警報を発する。 NHC はアメリカ合衆国の一機関であるが世界気象機関はこれを北、大西洋と東、太平洋における RSMC に指定している。このように NHC はこの海域で発生する熱帯低気圧に関する情報を米国内外に発信する情報センターとしての役割も担っている。101 センターの電力供給に支障が生じたり、何らかの理由で任務遂行が不可能な状況に陥ったりした場合は、中部太平洋、ハリケーンセンターが、北東太平洋、水門気象予測センターが、北、大西洋における、熱帯気象の外況把握、予報発表等の業務をそれぞれバックアップする、体制をとっている。 国立ハリケーンセンターは1898年12月19日にウィリアム・マッキンリー大統領がハリケーン警報網を構築するために気象局の設置を宣言したことに始まる。通信技術と予報技術が発達するにつれてハリケーンの警報発表にかかる業務は最終的に気象局マイアミ速攻所に集約された。 1953年の大西洋ハリケーンシーズンより米国気象局はトロピカルストーム級に達したハリケーンに人の名前を命名するようになった。これは3カ年計画を経て ICAO スペリングアルファベットに置き換えられた。当初これらのハリケーンには女性の名前のみが使用されたが男女同権に反するとした抗議等により1979年の ハリケーンシーズンより女性名に加えて男性名も使用されるようになった。世界気象機関は現在これらの年間リストを作成し管理している。ハリケーン名に用いられる名前は致命的な被害を及ぼしたもの等の著名なものを除いて6年間で一巡する。マイアミ速攻所は1967年に国立ハリケーンセンターとして設計され、 周辺で発生する大西洋のハリケーンにかかる予報業務を委託された。他にはニューオーリンズとボストンの速攻所が1980年代に至るまでハリケーンの警報業務を扱った。1984年 NHC は気象局の速攻所から分離、独立し、マイアミ担当の気象学者はハリケーンセンター局長の地位から外れることとなった。 1988年までに NHC はそれまでサンフランシスコの東部太平洋ハリケーンセンターが担当していた東太平洋のハリケーンに係る予報業務も担うようになった。1992年ハリケーンアンドリューは当時 NHC の施設が入っていたゲーブルズワンセンターの屋上に設置されていた WSR-57 型気象レーダーと 風力計を吹き飛ばした。レーダーはネクスラットシステムの WSR-88D 型に置き換えられた。1995年 NHC はフロリダ国際大学のキャンパス敷地内に新たに建設されたハリケーン対応施設へと移転した。この新施設は時速 210km の暴風にも耐えられるように設計されている。 2021年3月現在、国立ハリケーンセンターの局長は、ケネス・グレアムである。NHC のハリケーン専門家パンは、トロピカルストームの動きを予測する、気象学者の幹部集団である。専門家らは5月から11月までの半年間、8時間ごとの交代勤務で、大西洋と東、太平洋海域における天候パターンを監視する。 ハリケーンあるいはそれに準ずる熱帯低気圧が形成されると、それが進路をとっている間、必ず6時間ごとに注意報を発表する。一般向けの注意報は、当該熱帯低気圧がトロピカルストーム級あるいはハリケーン級へと成長して、陸上の安全を脅かす恐れがあると予想された場合、より高い頻度で発表される。専門からは、ハリケーンの影響が及ぶ。 周辺各国で気象予報、勧告を担当する機関とも協力している。個々の専門家は通例、予報や注意勧告の文書に個人のラストネームを署名するが他の NHC 職員のメンバーと共同で声明を発表することもある。ハリケーンシーズンの間、HSU は熱帯地方の中で トロピカルサイクロンが発生する恐れのある地域の特定に役立てるため、熱帯気象外境の作成及び発表を日常、業務とする。もしも定められたハリケーンシーズンの期間外に K が発生した際には、特別な熱帯気象外を3から7日先の熱帯地方の予想気圧図を用いて6から7日先にその存在が予想される。 トロピカルサイクロンの地点を特定するため、水門気象予測センターと国立ハリケーンセンターの間で毎日17時に日課の調整が行われる。発生の確実性が不十分なトロピカルサイクロンは、頭上の当該地点の周囲に気圧線は描かれず、スポットロートのみ記され、確実性がある場合は閉じた等圧線で描かれる。 ハリケーンのシーズンオフ時は、専門からは、一般受けの教育活動に従事している。国立ハリケーンセンター内にある、熱帯解析、予報支局の指令室の様子熱帯解析、予報支局級、熱帯解析、予報班は、フロリダ州マイアミにある、国立ハリケーンセンターの一部門である。大西洋及び、太平洋の外洋域における、 気象現象の熱帯部門の解析及び予報業務を担う。前述のハリケーン専門家パンとは異なり、タフ部は年間を通じて常勤の職員により組織されている。タフ部は他に衛星からデータを元にしたトロピカルサイクロンの位置特定及び規模の推定やトロピカルサイクロンにかかる WSR-88D レーダーの運用、予報支援。 メディア報道支援、運用上の総合的な支援である。トロピカルサイクロンに関する年間活動の一部として、NHC は、大西洋及び東、太平洋海域で発生した個々のトロピカルサイクロンについて、それぞれ個別にレポートを発行しており、1958年から1988年までの文が利用できる。これらのレポートは書く。 トロピカルサイクロンの大まかな推移、気象学的な時計、死傷者数等の被害状況、最良の追跡データによる最終分析結果を要約している。1999年までは、このレポートは、プレリミナリーリポーツとして知られていた。また、NHC は、すべてのトロピカルサイクロンについての年間報告、 トロピカルサイクロンに関する注意勧告の一式すべて、AMS 発行のマンスリーウェザーレビューに掲載された、関連する古い資料のデジタルコピー、公式なトロピカルサイクロンデータベースのハーダットを含む、大西洋と太平洋のハリケーンに関するアーカイブス、および気候学的な統計を管理、維持している。ありがとうございます。